ヤスノゴルスクの師匠、ヤスノゴルスクは、ロシア西部のトゥーラ州北東部にある都市、岡川の支流、バシャナ川に沿う、州都トゥーラからは北へ3 5トル。人口は2002年国勢調査で18,588人。1989年ソ連国勢調査では21,292人であった。ヤスノゴルスク駅ヤスノゴルスク付近の風景、ヤスノゴルスクの学校、 ラプテボという村が15世紀から16世紀の文書記録に所出する。これはラプテフという名の地主がいたことに由来すると考えられる。1867年にモスクワ・トゥーラの鉄道建設が始まったことで大きくなり始め、駅ができたことで材木の運送などで栄えるようになった。1895年にポーリト・ゴロビンという商人により、 農業機械の製造工場が建設され、機械生産を中心とした工場長になっていった。1958年にラプテフの名で市となったが、ラプテフ海などとの紛らわしさからより明るい地名に変えようという動きが起こり、1965年に陽気な山の町という意味のヤスノボルスクと改名した。今日のヤスノボルスクの産業の中心は、鉱山向けの貨車、ポンプ、 機関車などを生産する機械工業でゴロビン家の築いた農業機械工場がその元となっている。しかしこの工場はソ連崩壊後次第に重要性を失い2009年に破産している。一方で新たな電子工業の進出や外資の養鶏場の進出も見られる。市内にはソ連式の集合住宅も立つがより田舎風の木造家屋が街並みの主要な部分を占める。 モスクワ・トゥーラ・クルスクの幹線鉄道が安登るスクを通り、モスクワ・トゥーラ・セルプホーフへの列車が出ている。ありがとうございます。